練習していこう。じゃあ胸とお尻を持ってゆっくり、そう、よいしょ。でできたらここでゆっくり下ろしてあげます。よし、もうちょっと低い方がいいかな、ここね。そうで、まずはね、落ち着けるようにゆっくりお腹のところをなでてあげます。えらいえらい、えらいね。ちょっとね、足が今ガチガチになってるんですけど、慣れてくるとこの足の硬さも柔らかく、緊張がほぐれて柔らかくなってくるかなと思います。そう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 、えらいね、ゆくちゃん、えらいね、ゆくちゃん。優しくなでてあげて、声をかけてあげて、緊張しないように促してあげます。えらいなぁ。大丈夫大丈夫。えらいよ、ぷーちゃん。えらいね。よし、えらいえらい。ちょっとずつ落ち着いてきたら、片方の手を、お腹から外して、いろんなところちょっと触っていきますね。で、えらいね、ぷーちゃん。で、大丈夫だね。えらいえらい。ちょっと顔周りも触っていきます。グー、えらいね、お気持ちえらいな。グー、あー大丈夫だよ、えらいよ。グー、ちょっと耳とかも触っていきますね。グー、ふーちゃん、グー。よし、ちょっと口周り、そう、えらいね、ふーちゃん。ぐー、賢い、ぷーちゃん、いい子。